はい。皆さん、こんにちは。心理カウンセラーの乗りん健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日はですね、ちょっと昨日の動画の補足動画をちょっと撮りたいと思います。昨日の動画の中で、JAL ーの衝突事件について不可解な点を僕なりにまとめてみました。やっぱりおかしい。JAL ー衝突事件。本当は衝突していないのでは、はてな。不可解な点をまとめてみました。ということで、僕なりの考察をですね、お話をさせていただきました。 で、えまあ昨日も動画の中でお話ししてますが、これ、衝突してないってことを決めつけているわけでも断言しているわけでもなくて、えいろんな不可解な点があるので、これはなんとなく違和感を僕は感じています。えその中で、ひょっとしたら衝突していない、え別の可能性もあるんじゃないかという、えその可能性もね、あるんじゃないかという、えお話をしています。で、え昨日の中で、まあいろんなですね、えちょっと不思議に思っている点を、えまとめたんですが、その中の一つでですね、え なぜ海上保安庁の航空機は後ろから追突されているのにほとんどそこから移動してしずに燃えているんですね。ジャルキはあの1.7キロ先まで行ってるんですが海上保安庁の 航空機は後ろから追突されているのにほとんど動いてないんですね。で、そのほとんど動いていないっていうのが、えー、こういろんなね、ニュースを探したんですけれども、なんか昔は出てたんですけど、最近そこ,そこに関して出てこないので、えー、なんかおかしいなと思って、えー、誰か知ってる人教えてくださいみたいなことをお話ししたんですが、えー、僕もですね、いろいろ探してみたら、えー、 かなり初期の頃のね、ニュースには載っていましたので、ちょっとそこについて、えー、取り上げてみたいと思います。えー、ちょっとですね、今日も、えー、ちょっとパソコンの画面を見ながら解説したいと思います。えー、昨日の動画、まだご覧になってない方は、えー、多分昨日の動画からご覧いただいて、えー、この動画を見ていただいた方がわかりやすいと思います。じゃあちょっと画面を切り替えますね。 はい、えー、では、ですね、早速ちょっとお話ししていきたいんですが、昨日も、えー、ちょっと使わせていただいた、これ、日経新聞さんが出している、えー、このシミュレーションのね、こういうサイトを作ってくれているんですね、これが非常に分かりやすいので、昨日あのちょっとこれを見ながら解説させていただいたんですが、えー、その中で、えー、僕が疑問に思っていることの一つがですねあの、後ろからこういう形で追突してます、どんと。後ろからね、こう ここであの40秒間待機してるんですよね、えー、海上保安庁の航空機が。で、後ろから JAL の飛行機が来て、後ろから衝突をしていると言われています。で、このまま、えー、ずっとまっすぐ行って、えー、JAL のね、機械、あのー、航空機は 1.7km 先まで、えー、走ってですね、えー、炎上していると。えー、しかし、かこのの海上保安庁の飛行機は、 ここら辺でほとんど、まあ、数メートルぐらい移動してるかもしれないんですが通常200キロ以上の速さで後ろから、えー、ーンと衝突したらもう吹き飛ばされるかもしくは、えー、この JAL、えー、の飛行機の下にですね入ってしまって引きずられるかもしくはスピンとかしてねどっかに飛ばされる横の方に飛ばされるかなんかそういう可能性が。えー 普通だったら考えられると思うんですがなぜかこのえほとんど移動していないこの滑走路の真ん中ら辺で炎上してるんですね。でしょうがなないことのえ一つなんですねで逆にこの JAL のですねその飛行機がその機内で何があったかとか、えー、どこで炎上したかっていうことは詳細に、えー、いろいろニュースでやっているんですがこの海上保安庁の航空機がそのぶつかった後に その、例えばね、そこでクル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 とスピンして、えー、炎上したのか、えー、どういう形で流れてそこで炎上してたのか、その辺のことをですね、取り上げているものを、えー、ほとんど見たことがないわけなんです。で、ここになぜ疑問に思わないのか、例えばメディアもですね、疑問に思わないのかなというのが、ちょっと不思議であります。で、いろいろ探していたらですね、まずこの、えー、図ですね、この図解がまず1個、えー、見つけました。えー、ここで、 海上保安機の、えー、航空機が、えー、C5 から中に入ってしまいますね。滑走路の中に。そして後ろから日航機が来て、ここで衝突している。そしてこれ衝突、炎上がですね、一緒に書いてあるんですね。衝突、炎上が一緒の場所になってます。で、日航機の、えー、停止した場所は、えー、だいぶ先になってますね。ここで後ろからドーンとぶつかっているのに、この海上保安庁の、えー、航空機、動いてないんですね、ほとんど。 数メートルぐらいわかんないですよ。ほとんど動いてないんです。で、えー、もう一つですね、えー、この昔の、これいつだったかな ?7 日前なので、1月3日の、えー、これ公開されていた、えー、この ANN のニュースのところなんですが、えー、これちょっと見えますでしょうかこれを見ていくと、これ、ここは海上保安庁の機械、焼けた跡なんですね。ちょっとこれ動画見た方がいいかなと思うので、 ここ、声入るかなちょっともう一回いきますね。ここで、今この緑の線みたいなのがありますよね。これがえ海上保安庁のえ機体を上空から映しているものになります。で、これをずっと見ていくと、ここですね、海上保安庁の機体,あの機体があります。で、これ、さらに。 上からクローズアップしましまたここに緑の線があります。なぜか反対側になっているので、さっき反転して逆側から映している図なのかもしれないんですがえ、少なくともこの緑の線の辺りにこう、機体があるわけですね。これ緑の線があります。ここ、期待があります。で、ここに真ん中の線がありますよね。ここに真ん中の線がね。で、これをちょっと先に行くと、このもうちょっと上から見ると、 えー、ここに緑の線があって、こう真ん中にこう線がある。多分この辺にあるということですね。こう、海上保安庁の機械がこの辺にあるだろうということなんです。ここで燃えてるということですね。で、じゃあ、ここどこの場所かっていうと、これが C5 なんですね。こっから入ってきて、こう来て、ここで待機してるんですよ。待機した場所とほとんど変わってないんですね。 ここ、皆さん、ちょっとこの C5 から入ったあたり、えー、そして、ここに黒いラインがありますよね、ここに。黒いラインの手前です、もうちょっと。ここに、分岐点みたいなと,ところが、中、中央、なんて言うんですかね、こういうのって、分離帯というか、こういうものがあって、この先ぐらいですね。うん、ここにあります。で、これを、さっきの日経のね、ところから見ると、この滑走路に入るところ。ここから、これ C5 ですね、滑走路に入って、えー、先ほどのここの、 中央分離いみたいなところがありますよね。えー、そして、えー、この辺、この辺りなんですよね。燃えているのが。多分数メートルぐらい移動してるかもしれないんですが、ほとんど変わってないわけなんですよね。で、後ろから、こう、JAL の飛行機が飛んできて、ズドンと、えー、真後ろから当たっていると。なのに、ね、ここはもう先端に当たっているわけですね先。先端に当たっているのに、えー、そのまま、なぜか、 海上保安庁の飛行機はそこから移動してない。移動しずに。だから移動したところね、これシミュレーションできてないんですよね。これがどういう風うに動いたかが。こっからもう飛んじゃってるんですよね。ここにもう移動しちゃってるわけですね。移動しちゃってる。うん。でなぜこれ、 時速200キロ以上の速さの、しかも巨大な JAL ですよ。えー、海上保安庁の飛行機はちっちゃい、え、JAL の機械に、あの、飛行機に比べると、巨大な飛行機が後ろからドーンとぶつかっているのに、ほとんど移動していないのかってことですね。これ、非常に不可解だなと僕は個人的に思っています。もう一回戻していくと、えー、ここの部分ですね。 ここでぶつかっている。先ほど言ったみたいに C5 から入って、ここで待機しているわけですね。だからほとんどこう動いていないわけです。ここの先ほどのラインの手前あたりだったので、この辺多分炎上してるんですね。うん、なので、これが本当におかしいなというふうに思っています。逆に、この、どうやってこのぶつかった後ですね、この、 海上保安庁の飛行機が、えー、なぜここに留まっていたのか、その辺の動きですね、ぶつかった後の動き、どういう風にしてここで炎上したのかっていう、例えばくるぐるぐるぐるっとスピンしていったのか、もしくはちょっと斜めになっていてね、こう左側に行ったのかとか、えー、JAL の航空機もほとんどまっすぐ走っていますので、えー、斜めにぶつかったっていう感じではないんですよね。でもし何かそのちょっと斜めにね、えー、ぶつかって、 海上保安庁の飛行機がスピンししたたりとととかんんででああればもうううちょっと違う場所にあると思うんですなぜかこのほとんど中央の部分にこの滑走路のですね真ん中ら辺にいるわけなんですねで何人かの方からいや着陸する時はねちょっと頭をね上げてるので JAL の飛行機が、えー、上からかぶさった形になってるんだろうっていうふうにあの意見もいただいたんですがもし上からか,さかぶさっていれば上から乗っかって多少引きずっていくはずだと思うんですよね ずっとじゃないにしても。だから少なくともやっぱり、えー、かなり、えー、ここから飛ばされていく移動していくじゃないかなというふうに僕は思っています。えー、これが、えー、新しく分かったこの場所ですね先ほど見たここですねここの部分だからほとんど移動していないっていうのが、えー、見て分かるんじゃないかなと思うまあ数メートルぐらいはね多分川走移動してるかもしれないんですが大幅にこう ぶつかって吹き飛ばされているような、えー、あと、感じではないということですね。しかもなぜかこの滑走路のほぼ中央部分で、こう、焼けてしまっていると、炎が上がったということになりますよね。このままだと。そしてですね、もう一つ、あの、ちょっとこれ、昨日もちょっと話題にしたんですが、えー、なぜかこの、えー、まあ、これは偶然かもしれないんですが、なぜかこの、乗っていた、この JAL のね、航空機に乗っていた人の中に、えー、メディア関係者が多い。 これたまたまかもしれないです。が一応ちょっと話題にしておきます。もう一つ見つけました。昨日はですね、テレビ朝日関係者、機内に乗り合わせたテレビ朝日関係者の方が、えー、テレビに出られて証言をいろいろされています、うん。たまたま乗っていたのかもしれません。えー、そしてもう一つですね、これ日韓現代、日韓現代の、えー、カメラマンもここに乗っていました。えー、家族全員死ぬかも。煙突。 あ衝突炎上したジャルキ恐怖と混乱の5時間乗り合わせた本市社員が振り返る。ここのね、社員さんが、えー、乗り合わせたと。海上保安庁の航空機と衝突炎上した。この便に乗り合わせた本市カメラマンが壮絶な体験を振り返るということで、えー、記事を書かれています。で、これも偶然かもしれません。テレビ朝日のね、関係者が乗っていたりとか、日韓現代のカメラマンが乗っていた。ね。でもこれも、ね、300何人でしたっけ えー、乗っていて、こんな確率あるんだと思ってちょっとびっくりしたんですけれども、えー、実はもう一人いました。あの後見つけちゃったんですが、えー、これ、STV ニュース北海道っていうね、チャンネルがあるんですが、えー、これ札幌テレビだったかな、うん、?STV 札幌テレビっていうね、えー、テレビ局が、だと思うんですけれども、えー、そこのですね、えー、社員さんが乗っていて、 こうその時の様子を、えー、これ話してくれています。その時の社,社員さんが、えー、話されています。これね、えー、緊迫事故機登場 STV 社員が語る事故の瞬間の機内とその後ということで、えー、詳細に語っています。まあこれも偶然かもしれません。えー、なぜかわからないんですが、えー、テレビ朝日の関係者、そして日韓現代の、えー、カメラマン、そして、えー、札幌テレビの、えー、社員さんも 乗っているということでまあねたまたまかもしれません札幌からねあ、えー、と新千歳空港でしたっけから、えーまあ、東京への便ですのでたまたま言い合わせたのかもしれないですがまあそれにしてもなんとなく、えー、率が高いなというのも、えー、ちょっと不思議だなというふうに思っている点になりますということでちょっと画面を戻したいと思います はい。ということで、えー昨日あの、昨日撮った動画で、まあ一応詳しくお話をしているんですが、そこの先ですね、特に、あの、なぜ海上保安庁の航空機が後ろから衝突。 追突しているのにえ、ほとんどですね、えー、移動してないのか。普通だったら200キロ以上のスピードで後ろからズドンと、えー、追突している、えー。であれば、当然吹き飛ばされるか、引っ張ら、引きずったような形で引っ張られるか、もしくはスピンしてね、バーってね、どっか横の方に飛んでいくかとか、えー、そういう可能性があるんじゃないかなと思うんですが、なぜかほとんど、えー、海上保安庁の機械は、えー、動いてないわけですね。その離陸を待っていた場所から。えーし さらにその滑走路のほ,ほぼほぼ、えー、中央部分にから動いていないわけなんです。でそれどうシミュレーションでね何か多分こういう可能性だろうっていうのがあればですね、えー、ぜひそういういもし ニュースとかでやっているものがあればですね、逆に本当に見たいなというふうに思います。教えてほしいなというふうに思いますので、また情報があれば教えていただけたらなというふうに思います。ということで皆さんはどう思いますでしょうかまあ、あの、昨日もお話ししましたが、なんとなくこれ今回の件はですね、違和感を僕は感じています。だから絶対どうとかっていうことではないですが、今の時点でこれコロナの時もそうだったんですが、実は過去のね、こうニュースとか動画ってちょっと都合が悪くなったようなものって、 削除されていったりするんですね後で見ようと思ったらリンクが切れていましたとかですねなので一応動画として残したいなと思って残していますその先皆さんがどう思うか、えー、皆さんどう思いますでしょうかということで僕のチャンネルは全部で5つあります削除対策用にですね5つチャンネルがありますのでよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いしますそして2024年の僕のオリジナルカレンダーもあと少し在庫がありますので興味がある方は概要欄の方からチェックしてみてください えー、ということで皆さんまた会いましょうバイバイ。